はい、今ですね、ご紹介したのは本作ならではの、オリジナルのストーリーだったんですけれども、もう一つ、まあ、今日はせっかく古川さんにお越しいただけているので、原作にあった、ワンシーンというのをもう一つ映像でご用意しました。まだちょっと開発中の映像なので一部ちょっとお見苦しいところがあるかもしれないんですけれども、今後まだまだ調整は行っていきます。係啦，咁其實咧，因為今日難得古川先生嚟到咧，頭先佢就介紹咗一個原創劇情啦，而家咧就帶翻一段原作裡面都有劇情俾大家睇下。不過因為仲係開發中嘅一個畫面咧，可能有少少地方都唔係咁好睇嘅，希望大家見諒啦。でおざるになったご飯なんですけれども、一見動きはとろいんですけれども、結構ですね、遠くから岩を投げてきたりとか、だいぶでっかいですね。本当にこんなでかい。キャラとのバトルってこのゲームではなかなかないので、まあ、いつもとは違ったこう臨場感を持って楽しむことができます。其實你見到咧變咗大猩猩嘅孫悟飯咧，雖然個動作係比較慢，但係都會有一啲例如掟岩石過嚟呢啲大型嘅攻擊嘅。咁好難得你可以面對一隻咁大嘅敵人，都會係一個好有臨場感嘅一個經驗咯。係啊，古川先生都話：哇，真係變到好大隻啊，悟飯。はい、でバトルが終わるとここからのデモシーンにつながりますので、ちょっとデモシーン集中して皆さんちょっと見ていただきたいなと思っています。はい、咁嚟緊就會係一個影片嚟，所以希望大家可以集中精神睇睇。とんでもない破壊力だ。これではサイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できるときではないか。そうか、満月だ。まだあります。まさか変身するとはな。サイヤ人の力、変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。以上になります。ありがとうございました。被掌声第一次